水京筑波国定公園水サハラアヤメパーク水サハラアヤメパークは、千葉県、香取市にある、市営植物園である。水京筑波国定公園の表玄関として、水京地帯を代表する観光施設。日本の花あやめ園で唯一、船による花鑑賞ができる。5月下旬から6月下旬には400品種150万本の、 あやめ花勝負が咲き乱れる水郷、佐原あやめ祭りが開催。暴走の魅力500選に選定されている。富士のトンネル1969年に、当時の沢原市により、沢原市立水生植物園として開園。後に市町村合併により、旧沢原市が香取市の一部となるのに合わせ、水郷沢原水生植物園と解消。さらに2017年4月29日に、 現在の名前に解消した。江戸時代に利根川の水運で栄え、重要伝統的建造物群保存地区として選定されている佐原の町に近く水京筑波国定公園の表玄関として、水と緑を生かした観光レクリエーション施設。約8ヘクタールの園内は島や橋、水面を配置し、あやめ、花勝蒲や橋、富ジポプラなどが植えられ、 水郷地帯の面影を表現している。花勝負は150万本と日本有数の規模を有し、5月下旬から6月にかけてのあやめ祭り期間中は多くの来訪者がある。品種としては江戸、肥後、伊勢系などの400品種150万本が植えられている。あやめ祭り期間中は嫁入船や沢原林の演奏など様々なイベントが行われる。 サッパ舟と呼ばれる小舟で園内の花巡りを楽しむことができる。かすりの着物に赤い前掛けと旅、三角の網傘をかぶって竿を操る女船頭の姿はこの時期の風物詩となっている。ハスは中国南京市から送られた千弁連など300種以上が植えられている。7月から8月にかけての早朝に開花する。この時期にハス祭りが行われる。 2011年に発生した東北地方太平洋沖地震により、香取市をはじめとした水橋地域に被害が発生したため、2016年までは営業を継続しつつも再整備を長期にわたり実施。整備が完了した2017年に合わせ、園時代の名称を水橋沢原水生植物園から水橋沢原あやめパークに変更した。 花勝負伝、ハスカイロウ花勝負伝日本有数の花勝負伝。6月上旬になると、江戸、日後、伊勢系など400品種150万本の花勝負が見ごろを迎える。ハスカイロウ300品種の花ハスを栽培し、品種数では日本一の規模を有する。2000年前の種から発芽したオガハスや、花弁の数が1000枚以上ある千弁連など、非常に 珍しい花を見ることができる。7月から8月に見頃を迎え、早朝に開花する。藤のトンネル5月上旬になると藤の花が見頃を迎える。園内入り口近くにある長さ70メートルに及ぶ藤のトンネルは通称、幸せの道。その他、園内各所に藤棚がある。園内船巡り園内水路をサッパ船と呼ばれる小舟に乗って巡りながら、 ちょうど目線の高さにある花勝負や蓮を楽しめる。ケツの島あやめ祭りの冬物詩である嫁入り船の際には、ケツの島にて、神前式が執り行われる。カトリ神宮の神官を招き、花勝負に囲まれる中神道神父が結ばれることから、ケツの島と呼ばれている。四季の庭園春の梅や桜のほか、もみじやイチョウなどの紅葉樹木や冬に花や、実のなる木々を配置。 森の遊び場花勝負をイメージした大型滑り台やターザンロープなどの遊具施設と芝生の広場。ドッグラン広さ約600平方メートルの芝生ドッグラン。犬用の水のみ、足洗いは完備。利用料金は1棟1回200円。利用者所有。管理棟パークへの入り口。チケット入りはインフォメーションがある。トイレ園内3カ所に多目的トイレを備えたトイレがある。 売店舟お土産の販売。あやめ祭り期間中に営業。体験工房舟。花勝負の植え替えや工作などの体験教室を開催。あやめ祭り期間はお土産も販売。カフェアイリス休憩舟。軽食と休憩スペース。あやめパークならではのメニューを提供している。例年あやめ祭り期間中の6月土曜、日曜日には東京方面から。 臨時列車の特急あやめまつり号が運転されている。ありがとうございます。